はい今回はね、シャオミ i のミーノート10で夜景を撮影してきました。今はね夜景モードで撮影しています。やはりね、撮影した後に若干ね、こう合成したりする時間でこう今ね、くるくる回ってますけれども、待たされる感じです。まあ、通常の、ね、写真モードで AI でも夜景がね、えー、ま芯、あ、をね、判別してし夜景も撮れるんですけれども、まあやはりね夜景を撮るなら専用のね夜景モードを使われた方がいいと思います。 ミニノート10のね夜景モードは今までのシャオミのね端末に積まれている夜景モードよりもちょっとね新しくなったということで、なんかロー,ローで撮った画像と合成してるとかっていうね、えー、ことが書いてありましたけれども、まあ細かいね技術的なことはね興味のある方は調べてもらえばいいと思うんですけれども、まあ、実際はこんな形で撮影して、えーまあ、ちょっとね待たされる感じです。で今やったようにねズームも撮影できますけれども、多分これはでもねデジタルズームになって しままっていいると思いますので、まあ、画像の方はねそんなにこう綺麗にピシッと映らないかなという感じはねありました、まあ、こんな感じでね、えー、撮ってますねやはりこうちょっと待たされる感じですあこれねズームしてますけれども 4. 4点何倍って出てますけどね、まあ、これやっぱあの出てくる画像を見るとやっぱボケてるしまあデジタルズームかなっていう感じのね映像になります はい、こちらもね、ズームで撮影をしている感じですね。はい、次はね、あの夜景に提供になる G カムをね、撮影してみようと思いましたけど、まあ、とにかくね、アプリが不安定なんで、まあ、一応起動するんですけど、こんな感じでね、縦横がなんかめちゃくちゃになっちゃうんですよね、こんな画面になってしまって。 結局ね撮影,、まあ、撮影できるんですけど、写真は出てくるんですけれども、この撮影するときに、ね、全然そのなんかこう縦、横が全然ずれちゃうということで、まあ、実際、ね、使えないですけども、今ね何とか使えないかということでやってますけど、これ今縦になってますけど、実際横持ちで持ってるんですけどね、ね画像が横になってるっていう状況になってますので、まあ、全然使えないかなっていう感じです。はい実際出てきた写真はこんな感じですね。 まあきにはね取れていますけれどもまあただ今までの夜景モードとまあそんなにどこが変わったのかなっていう感じもちょっとありますんでまああのまあその辺はねもっと。 詳しい方が見ると変わったとかっていうのがあるかもしれませんけど、ちょっと素人目にはそれほどまあ大きく変わったような感じはないのかなというような、ね、感じはします。まあ、でもね、あの普通にただ押すだけで綺麗に撮れるという部分ではあの十分ね、スマートフォンのお手軽カメラで夜景が撮れるというところは非常に、ね、評価できるんじゃないかなというふうに思います。今回は以上です。